いや、最近ね、朝晩がね、すごく肌寒くなってきましたよね。まあ、人間の場合は、こういう時は、こうね、毛布なんかをこう、くるまって我慢すればいいんですけれども、植物の場合はね、そうもいかないんですよね。こういった植物なんかはね、特にその太陽光も大事ですし、あと温度も大事ですよね。で、もう一つ水やりっていうのがあります。まあいろいろとね、こういった手間がかかるんですけども、またそこがね、植物のいいところでもあったりするんですよね。今回はですね、こういった室内で育てている植物の問題点の一つの解決方法として、植物用の LED ライトを導入しましたので、そちらを紹介していきたいと思います。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。こう秋冬になって気温がぐっと下がってくると、どうしてもこういったね、観葉植物を外に出しっぱなしっていうのがちょっとできなくなってきますよね。でもやっぱりね、植物にとって日光っていうのは大事なので、毎日ね、日光のそばでこう育ててあげたいっていう思いはあるんですけども、それがね、冬になってきたり、まあ、気温が下がってくると外に出すっていうのがなかなか難しくなってきますよね。こんな感じで、こういった感じで日光にね、当てるためにね、窓際にこう移動させたりするっていう一手間もあるんですよね。外に出せない分、こういった感じでレース越しにね、日光を当てるっていうこともするんですけども、やっぱね、日照不足っていうのがちょっと気になるんですよね。太陽光が足りなくなると、植物がね、元気なくなってきたりね、徒長といって、この植物がね、間延びしてくることもやっぱりあるんですよね、光が足りないと。私のところはね、まだそんなに植物が多いわけではないので、この移動させたりする作業っていうのはそこまで大変じゃないんだけれども、植物がたくさん増えてきている家なんかは、こう毎朝ね、仕事の前なんかにこうレースカーテンの前にね、植物を移動させたりっていうのは結構手間ですよね。ということで、今回この一手間をね、解決するために、植物用の LED ライトっていうのを購入してみたので、こちらをレビューしていきたいと思います。そもそもこの植物用の LED ライトっていうのは、まあ、育てるね、植物にもよるんですけれども、太陽光に当てずにこの LED だけで育てることができるようになるらしいんですよね。植物って本来ね、太陽の光をこう葉っぱに浴びて、そして光合成をして栄養をね、植物全体にこう巡らせているっていうことを小学校のね、理科で習ったと思うんですけれども、そうするとね、やっぱり日陰だったり、こう日に当たらない日が多くなればなるほど、その光合成っていうのができなくなるので、元気がなくなってきますよね。下手したらね、もう元気がないどころか枯れちゃったりするんですよ。植物が光合成の時にね、使用している光っていうのがあって、光の中でも波長の長い赤系の光、そして波長の短い青系の光、これを光合成に利用してるらしいんですよ。つまり赤と青両方の光を当ててあげれば光合成ができるということなんですね。ちょっと難しい話にはなってきましたが、要するに赤系と青系の光を効率よく葉っぱに当てることで、室内でも光合成を促すことができるというわけなんですね。それを叶えてくれるのが、この植物育成用の LED ライトなんですね。今回購入したのがこれ、7ワットの比較的小さなタイプなんですけれども、こういった感じでスポットライトみたいに効率よくね、自分でこう照射したい方向っていうのを決められるっていうのが便利ですよね。そしてすでに設置してしまってはいるんですけれども、今回ね、このライトと一緒に購入したのがこのライトスタンドです。この黒いやつですね。で、ドラセナのちょうど真上にね、設置してみたんですけれども、なかなかこうレトロな感じでいいと思いませんか？それともう一個、ライトスタンドと一緒にこの LED のクリップライトですね。こういうクリップで挟んで、でここはですね、
360度自由にくねくねと曲げられるようなクリップライトも購入してみました。このスタンドライトの方はここにねちょっと見えづらいですけどフットスイッチっていうスイッチがあって、足で踏むことでここにこう足で踏むことによってライトのスイッチが入るというようなものになってます。全体的なシルエットはこんな感じで150センチぐらいの高さがあるんですけども、まあ、インテリアに合わせた感じで黒いねメタルのものをチョイスしてます。結構かっこいいですよね。こんな感じでドラセナに直で光を与えるためにこのライトスタンドも購入してます。でさっき紹介したねこのクリップ式のやつは2つ購入してます。でこんな感じでねこう自由にくねくねと曲げられるので自分が光をね当てたい方向に自由にこう角度を変えて当てることができるものですね。でコードもね結構長めでね途中にこういった感じでスイッチが入ってますのでこのスイッチを入り切りすることで電気をオンにしたりオフにしたりできますね。じゃあ早速このクリップ式のライトをつけていきます。こんな感じで設置してみました。ちょうどここにねエアプランツが3つあるのでこのエアプランツ用に1つね LED ライトをつけてみました。実は植物育成用ライト LED ライトっていうのはさっき説明したように赤色と青色この2つの光を照射していくのでその色がね赤と青が混ざっちゃうとそのピンク色というか紫色というか、まあ、そんな色が出ちゃうんですよ。ただねこうピンク色のね明かりが室内を照らしてるのってなんか生活しづらいですよね。まあどうせねこういった感じでライトとして購入したんであれば本来のね白い色のねライトになってほしいですよね。そういった悩みを解決したのが実はこの LED ライトなんですね。どういうことかというとスイッチのね入り切りで本来のライトの色白い色になったり植物用のピンク色を発するような色になったりこの2種類がねスイッチすることで入れ替えることができるんですよね。例えば朝起きて仕事に行く前にそのピンク色にして植物育成用モードにして会社に出かけてですね仕事から帰ってきたらスイッチをね切り替えて本来の白いライトに変えて例えばね間接照明みたいな感じで楽しめちゃうっていうライトなんですね。いやこれはめちゃくちゃ便利ですね。ちょっとその色味がどんな感じなのか試してみたいと思います。ちょうどこんな感じで LED ライトがねエアプランツ3つに照射されるように角度調整しましたのでスイッチを入れてみたいと思います。お明るちょっと引きで見ますけどこんな感じですね。これが多分白い色のライトです。でこれを植物育成用のライトピンク色のライトに変えるとこんな色味になります。でもう一回切ってもう一回入れるとあこれですね。これが植物育成用ライトになります。ちょっとねやっぱピンクがかってるというか紫っぽいですよね。こう壁にね映る感じもなんかこう夜のバーみたいな感じになっちゃいますよね。こんな感じでドラセナの方にも植物育成用ライトを当ててます。今ピンク色のモードですね。これを1日12時間ぐらい当ててみてですね結果どうなるかどうかもちょっと楽しみですよね。このドラセナそしてエアプランツも結構ありますのでそちらの方にも12時間ぐらい光を当てていきたいなと思ってます。またその結果なんかもね動画で撮影して報告していきたいなと思ってます。今回の動画良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。